様。オズ、警察の仕事を邪魔すると罪になるんだぞ。分かってるか？誰もいないのかな。あ、コナン君。ラン姉ちゃん、ユミお姉ちゃんは？あれから落ち着いて、今はベッドで横になってるわ。やっと安心したのね。コナン君、さっきのユミお姉ちゃんのこと？警察の人にはまだ話してない。ありがとう。ちょっと聞きたいんだけど、玲子のやつじゃあ僕話だけど。コナン、邪魔だと言っとるのがわからんのか。はい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 。いないみたいだな。鍵？しゃあない。いない。鍵が。そんなこんなでまた日が暮れちまったな。雲行きが怪しいな。一雨来そうだぜ。あ、コナン君。どうしたの？ユミ見なかった？ユミお姉ちゃん、部屋で寝てるんじゃないの？いないの、いないのよ。さっき様子を見に行ったら誰もいないの。え？ごめんなさい、ランさん。やっぱり手分けして探しましょうよ。私はこっちよ。でも私はリサさんのそばについてないと。リサさん、ごめんなさい。私のことは大丈夫だから、今はユミを探して、お願い。リサさん、大丈夫かしら？心配だけど、ユミお姉ちゃんのこともね。ナオミお姉ちゃんだよ、蘭姉ちゃん。ランさん、やっと思い出した。ちょっと来てほしいの。チムちゃんも一緒に。どうしたの、そんなに慌てて。ユミを見つけたの。どこで？こっちついてきて。ね、ユミさんはどこに？この中で倒れてるの。暗くてよくわからないな。ユミよ、あの人影は絶対ユミよ。間違いないわ。でも鍵がかかってて中に入れない。コナン君、下がってて。やれやれ、矢継ぎ早に2人目の仏さんか。この学園には何かのたたりでもあるのかね。警部殿も大変ですな。こんな管轄外もいいところで。他人事みたいに言いよって。体育館の入り口は鍵がかかってた。他に出入りできる場所はない。完全な密室だ。ということは、普通に考えれば自殺ということになるけど、かすかに暖かい。硬直も始まってない。死んでから数時間だな。制服を着てる。俺が最後に見た時のままだ。見たところ外傷はない。服毒死かな。見たところ外傷は見たとかすかにアーモンドの匂いがする。間違いない、青酸系の毒を飲んだな。毒物はどこだ。自殺ならこの近くにあるはずだけど。かすかにアーモンドの匂いがする。間違い。毒物はどこだ。毒物は何か持ってるんじゃないかな。あった。体育館の鍵だ。入り口は鍵がかかっていた。そしてユミさんのポケットにこれがあるということは完全密室の成立だ。自殺の線がどんどん濃くなっていく。他には何かないかな。あった。これはドリンク剤の瓶だ。半分ほど中身が残ってる。ずいぶん固く蓋してあるな。やった。青酸の匂いだ。毒薬はこの中か。こらコナン、お前はまた現場を荒らして。何を持ってる。ドリンク剤。お前な、これガキの飲み物と違うぞ。まあいい。ちょうど喉が渇いとったんだ。どれ一口。ああ、待って、それ飲んじゃダメ。お前ら何を騒いでる。青酸系の毒か。しかも入り口の鍵はポケットの中。こりゃ自殺の線が濃厚だな。ここに閉じこもってこいつを煽ったんだろう。この子は何か自殺する動機でもあったのかね。僕には何とも。警部、こいつに聞いたって無駄です。残ってる生徒たちに聞いた方が早いでしょう。まあそうだな。おい鑑識、あとは頼んだぞ。あとは特になさそうだな。別に何か用かね。捜査の邪魔になるから後にしてくれんか。体育館の入り口は鍵がかかってた。他に出入りできる場所はない。完全な密室だ。ということは普通に考えれば自殺ということになるけど、しかしこの扉も気の毒に、ランのやつ手加減知らねえからな。怪しい。うろちょろと目障りな子供だな。今のうちじゃないと現場を調べられないからな。外へ出るのは後にしよう。それにしてもこのポストは何なんだ。バレーボールのネットを張るポストだけど、誰がこんなもの立てたんだろう。昨日練習してたのはバスケ部。その後体育館は使われていない。バレーボールのネットを張ることはなかったはずだよな。あ、冷て。雨が落ちてきたのか。え、雨。天窓が開いてるって、あんなとこから出入りできるわけないじゃんか。天窓の向こうに見えてるのなんだろう。暗くてよくわかんねえや。外に回ってみるか。